佐橋神五郎は、1913年に書かれた森王外の短編小説。奥吉渡るごえもの遺書、安倍一族と合わせて、歴史小説集、意地として出版された。徳川家康と、城下から突如姿を消した元家臣、佐橋神五郎との因縁を描いたもの。慶長14年に、朝鮮から来た死者の一人を、家康はかつて蓄典した、佐橋神五郎が、 朝鮮人になりすましたものと疑った。これを除にして、ジ五郎の数奇の半生が描かれる。巻末で、王外は、俗武家緩和をもとにして書いた、と書き添えている。研究者の調査によると、通行一覧、徳川美木、関白い兵器を参考にしたとされる。全十二段からなり、以下の構成で家康とジ五郎の因縁の関係が、語られる。朝鮮の使者の中に、 家康が人五郎を密かに認める。武芸に優れた少年時代の仁五郎の話。故障仲間と賭けをして勝利したが、相手が約束の品を渡さなかったことから、切り殺してしまい、祝典する。仁五郎の親戚が家康に、ことの次第を話し、除名を求めたところ、あまり白三郎を撃ったら、除名すると約束。人五郎はあまりの故障となり、隙を見て殺害。 約束通り家康は、ジンゴロウの帰参を許可する。ジンゴロウは、家康の家臣として務めるが、家康から警戒されていることを知り、再び蓄点する。序章で述べられた朝鮮からの死者は、これより二十数年後の話である。佐橋ジンゴロウの名は古書に、いくつか登場しており、実在したことは、事実のようだが、同盟偉人が、複数いたようである。王外自身は、 巻末に、佐橋家の家父島では、神五郎は早く、A66 年に行州都に組みして打ち死にしていると書いている。ありがとうございます。